少しの間入れないよ。2、3年だけ待ってくれたら入れるようになるさ。少しの間長いな。うわぁ、また冒険出ていくよ。ん？これ私か。私やね、なんか背負っとる。なんかすごい機械とかいっぱいあるけど。ん？室外機もいっぱい。ここは一体何？めっちゃなんかザークが出てきそうな雰囲気がプンプンしとんやけど、やだなぁ。だってあれよね。何？あのライトは壊れたんやろ？何ここ、なんか椅子がめっちゃいっぱいある。え、椅子よねあれ。違う？ん？なんだこれ。何これ。建物？見てください。これは地下鉄の駅です。あ、これ。駅。電車ってことこれ。こういう交通手段があったことをすっかり忘れていました。街のどこんでも連れて行ってくれる。人々は通勤に使っていました。私も使っていました。毎朝玄関で家族に行ってきますを伝えた後に。家族がいたんだね。思い出しました。私には家族がいました。でも今はいません。ずっと昔の話ですから。この B12 のその人間としての体っていうのはどうなっとん？死んどん？それとも息とってなんか病院とかに入院してるとかいうパターン？そこの謎を解くのが、なんかもう一つのテーマみたいな感じなんかな。家族もアウトサイドを見たかったでしょう。でもそんなことは本当に重要なのでしょうか。家族もこの世界に閉じ込められとん？家族に何があったのでしょう。街の人々はどうなったのでしょう。この B12 のイーヨル、その街の人々とかっていうのはロボットじゃなくってちゃんと人間のことなんかな。ちゃんと人間が追った時代があったってことなんかな、ここにも。まあ、ロボットたちもなんか人間がどうのこうのって話しよるよね、たまに。とにかく、もうミッドタウンの近くまで来ています。クレメンタインという方を探しましょう。彼女の写真があるので、この辺の住人たちに見せましょう。この辺住人たちおるん。何かわかるはずです。ほう。メモリー解放されるの全然順番じゃないよね。え、この電車の中に住んどる人がおるってこと？いや、おらんけど。え、全然おらんけど。ん？この地下鉄のホームの中に住んどる人がおるってことかな？なんか、でもあれ、あそこなんかめくれとるね。入っていけそう？なんか、何？なんか動きよる音聞こえん？気のせいか。ああ、なんか人おる。なんかめっちゃ部屋なんやけど。布団も敷いとるし。住んでるの？ここに。まあ、確かに電車は動いてないみたいやけん、いいんかもしれんけど。そっか、写真を見せてみるんよね。クレメンタインの写真。どうした？なんだよ。なーに、びっくりマークが出るだけなんだけど。特に何もない。メモリー。ここにはたくさん本があります。チューリングテストの遺産。AI の倫理学。知っているものもあります。書庫を所有していたのでしょうか。あの本の香りやページをめくる音が好きすぎてゾクゾクしました。快感ともいう感覚です。本と一緒にいると、大切な人と一緒に時間を過ごしているように感じるのです。この B12 の正体が誰なんかみたいなのが肝になってきそうな気はするけど、ただ別に今のところそんなに、え？まさかあの人やったん？ってなるような人間が頭に思い浮かばんのやけど。それでいいんかな？そんなもんなんかな？なんか久々に可愛い生き物を見たっていう顔をされたけど。他になんか人がおるんか？何？ちょっとやめて。何？何かに追われよったよ、今。確実に追われよったよね、今。
なんか空飛ぶ物体になんかいっぱい人おる。人というか、ロボット。何？大丈夫やったん？無事？あれ？ゴミの心配は無用です。猫コーポレーション C にすべてお任せください。ごめんね。君は話せない人なの？スラムでもなんか、ね、こかすだけで特に会話できん人がおったけど、そういう感じ。Wanted クレメンタイン、トラブルメーカー、アウトサイダー、反逆者、見かけたら通報を。あ、犯罪者扱いされとん。なるほど。それでさっきの人はびっくりしただけで何も言ってくれんかったんか？よし、よし。もう君には5回も伝えたじゃないか。そんな風に走り回ったら危険だと。へい、君みたいなロボット初めて見たよ。モフモフだね。ロボットじゃないんだ。あれ？指名手配中の女性じゃないか？他は当たってくれ。よしと共にここで何かを知ることで精一杯さ。ちっちゃいね。これが子供のロボットってこと？話せないんだな、君も。ここ上がれそうやけど。別に何かしらできることは、なさそうやな。もっと情報が欲しいんですけども。え？あ、こいつや、さっき飛び寄ったやつ。え？なに？大丈夫なやつ？なんかハテナってなっとる。下の階へのアクセスは、オーガニックライフハザードにより禁止されています。このエリアに近づかないでください。オーガニックライフハザードってなんだ？どういうことだ？ね、何やってんの？あなたの身元を確認させてください。我々に協力しなければ、ジェイルに送られて再起動されるぞ。ピースメーカー？警察的な感じか？一人にしてくれ。私はお前が探しているやつじゃない。もしクレメンタインを探しているなら、居住エリアに隠れているはずだ。そんな情報を今この人の前で言って大丈夫？居住エリアどこだよ？あ、ここ入っていけそう。あ、上行けそうやね。本当に私が追いかけられることはなさそうだ。あれ、行けんな。どっか行けるんかと思ったのに。網で上行けんやね。うん、びっくりした。やめてよ、ちょっと心臓に悪いんですけど。何君、うろうろして。まあなんか警察と、取り調べされよる人、みたいな感じ。お、ミッドタウン。ここか？居住区。そういうことかな。この辺りの、どこかに、クレメンタインがいるんだな。開けてくれる人はいないのか。ね。おー、なんかきっちり街に入ってきたな。え、街と地下鉄ってそんななんか、そんな距離感なん？ちょっとよくわからんねやけど。どうも、あれ、話せない？話せないんすか？何それ、本読んでる？どういう文字か全くわからん。ちょっと考えてみろよ。明日、俺の腕を別のロボットのと交換する。そして次の日、別の腕も交換する。次は体を。そうやって体全部を交換するまで続けるんだ。それから内部ソフトをアップデートして。それでも俺は今お前と喋ってる俺と同じか？なんかすごい、なんだろうか。哲学的な。中身が一緒なら一緒なんじゃないかなとは思うけど。ね。だってそうじゃない？なんかよくね、なんていうん、ちょっと不思議系というか、ああいうね、ホラーというかミステリーというか、そういうので、側だけ一緒で中身違う人みたいなパターンあるやん。それはもう全く別人やと思うよね。おいおい、今何を見せるっていうのか。知らない奴ばかりさ。きっと奴らは遠く離れた町のでかいビルにでも住んでいるのだろう。これでいい？好きなようにしな。なんかすごく投げやりな感じだな。クレメンタインの話はそんなにしたくなさそうだね、みんな。
まあそりゃ指名手配犯の話なんかめっちゃ吹っ飛んだ。そんなしたくないやろうけど。なんかこの紙剥がせそうやと思ったのに剥がせんのか。ん？今なんかボタンのマークなかった。気のせいか、なんもないわ。何やってんの？我々が働く猫コーポレーションでは、ゴミを集めて下の階に運び、別のものにリサイクルしている。下の階といえば、長いこと何のニュースも聞いてないな。ニュース？かっこいい写真。裏に住所が書いてあるの？最初の目印がストリートで、次にフロアがあって、ドア番号さ。簡単に見つかるよ。私そんなの全然見てないけど。居住エリア、ショップストリート、猫コーポレーション。居住エリア、あっちか。こっちっぽいね。前に詐欺師の証人が壊れたバッテリーを売りつけてきたんだ。どんなに言ってもあいつは聞こえないふりをする。見張り兵さえいなければ、あいつを壊してスペア部品にしてしまうのだが。怖い。怖いよ。え、なにこの人？寝てる？え、怖い怖い。なんかめっちゃ虫飛んでない？超虫飛んでるんですけど。やだわ。どうも。クラブはクローズだよ。失せろ。じゃなくって、ほらほら。は？お前誰だ？警察か？皆彼女を探してるよ。彼女をここには入れてない。これが知りたかったことか知らねえが。なんやろう。建物の中からは出てきてないってことなんかな。みんな知らんっていうね。ちょっとなんか奥まったところに入ってみたら、知っとる人がおるかも。忙しいんだ。何か用？新聞読んでるなら忙しくないだろ。ここへ来るな。違うよ。君に話しかけてないよ。段ボールを調べたかっただけなんだけど。なんも情けだな。お、ここにもなんか人がおる。工事の人か？ん？どうも、めっちゃそわそわしてんね。ごめんね、おちびさん。ここで遊んじゃダメだよ。猫コーポレーションの工場には、君のような小さなモフモフの遊びはないよ。少しの間入れないよ。2、3年だけ待ってくれたら入れるようになるさ。少しの間長いな。感覚が違うな。かっこいい写真。後ろに住所が書いてあるの？ストリート、フロア、ドア番号。あ、ここか。出れるんかな、こっから。あ、出れる、出れる。ありがとう。こんだけ指名手配書がね、ベタベタ貼られとったら、そりゃ表にはおらんか。あそこにもあるわ。こういう裏とかにおりそうな感じする。へえ、なんか三角コーンかぶっとる。個性的だね。え？下の町に行ったことがあるのかい？あそこには友達のフィーフィーがいるんだ。しばらく会ってないな。ふん。下の町ってどこだ？いや、びっくりした。なんかと思った。B12 やった。お！お知らせ。ポエムについて相談できる会社をお探しの方は、エレベーター裏でお待ちしております。ボノボット。ポエムについて相談？どういうこと？うまい詩が書けないんですとか。そういうことではなく、なんか矢印で撮ったけど関係ないんか。めっちゃ雨降りよりやん。以前バーを経営していた。この辺で最も落ち着く場所だったんだよ。膝のスクリュードライバーを取るまではね。今はクローズしてしまったが。ほう。こいつが俺にたかるだけだとしても、俺にとって唯一の客なんだ。怖がらせないでくれ。怖がらせたつもりはないんだけど。怖かった？ふふ。こんなところでうとうと。ん？話しかけれないのか？
あ、癒されてくれた。このまままた寝るんかい。これしばらくしたらなんか起きるとかある？やめるボタン消えたけど。そしてなんかどん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 、ズームアウトしていきようやけど。なんかあるんかな？え、なに？特に何もない？何もなさげだな。この辺で終わりそう。謎な時間が。びっくりした。まだ遠ざかりよんや。これなんか、これで見えてくるものがあったりとかなんかする？いや、ここで終わりやね。終わった。何もないか。何か起こるかなと思ったんやけど。特に話もできんっぽいし。なんだよ。無駄な時間かよ。ここ何？バー？エンボットをダウンロードして、このゲームで一番になろうとしたら、マルウェアでした。なぜ全てが変に見えるのかわかりません。何言ってんのか全くわからねえや。素敵な写真。この女性見たことあると思う。彼女すごい古いマシンの情報を集めてました。変わってる。指名手配されてることは知らないのか？この世に存在する全てのゲームをマスターしたが、これはどんなものか見当がつかない。なんか顔すごいね。何？その右下だけに表情が出とんやけど、どういう状態それ？これが全部ではないということか。昔この女性を見たことがあると思う。彼女すごい古いマシンの情報を集めてた。変わってる。ふん。昔ね。めっちゃ昔なんやろうな。トニンのことは知らないな。大体のことは気に入ってるよ。何トニンって。なんかここのバーの人みんな見たことあるんよね、クレメンタインのこと。そして同じ情報を話す。あ、ごめん、落としちゃった。おちびさん、今日はいかがいたしますか？あなたの小さな目には、我々の世界は巨大に映るのでしょうね。まあ。私もあなたくらい小さかったら、新しい隠れ家を探せるのに。なんかめっちゃカタカタなってない？お、彼女は居住エリアに住んでいませんか？住んでるのか。あ、この人もなんか特殊な顔してる。お気に入りドリンクはオイルさ。メムス？君のお気に入りは何？隣の人か？ふんふん。すごい古いマシンが好きで、居住地区に住んどんやね。あ、トニンってこいつ？めっちゃなんかスプレー飲みよるやん。シューって、あ、個室がある。この辺なんかできるんやない？なんか、ない？なんもないんかーい。絶対なんかあると思ったのに。メモリーか何かしら。ここ居住地区でいいんよね。どうも。今涼しいと思わないか？涼しくて気分爽快だ。何かいいことの前兆だな。そういう、肌で感じることができるのかい君たち。うん。彼女知ってるよ。よく一緒に遊んだよ。この辺に住んでいたと思うけど。街を出ることばかり話していたよ。俺には理解できなかったが。こんないい街、なぜ出ていくんだ。あの辺か？なんか騒がしいのは。笛の音。笛の音？どういうこと？おぉ、何あれ、すごい。見てこれ。なんか出とる。ここはあれなんかな？めちゃくちゃ都会ってことなんかな？あ、なんか、なんか入れそうじゃない？これ。お。あ、床屋さん？なんか、頭のネジ締めよるって感じやけど。仕事は仕事だよ、スリッピー。そのことばかりに気を取られちゃダメだ。そうそう、クレメンタイン。
彼女は一度ここに来たことがあるよ。なんでそんなこと聞くの？裏に彼女の住所があるね。居住エリアはこの店を出て右だよ。ほうほう。痛い。はあ、なんだこの変な気分は。顔を取り替えるの、ここ。人間で言う床屋はそういう感じなんか。ここを出て、右。あっち側か。でも、こんだけなんかね、指名手配書をめちゃくちゃ貼られとって、居住地区の人たちはすごい、友好的な感じなんか？クレメンタインに対して。なんかこの街の入り口ら辺の人たちすごいね、監視カメラになんかめっちゃアピールしちゃうんやけど、この人。この人も頭がなんかスピーカーみたい。おい、臆病者。全部見えてるよ。どうした、どうした。なんか個性的な見た目の人が多いな、ここ。